皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、エミです。ロサンゼルスからお届けしております。日本はね、今12日の朝だと思うんですけれども、こちら藤井風名言大募集、2月11日日曜日が締め切りというのでね、締め切らせていただきました。そしてこちらの企画はね、私が直感的に1ヶ月ほど前にやりたい、今風くんのこの言葉、歌詞、名言を必要としている方がたくさんいるんじゃないかという気がいたしまして、特に日本では1月1日に大地震があって被災されている方もたくさんいて、今でも苦しんでいる方がたくさんいると思います。そしてそれだけではなく、世界中で今この風くんのね、言葉を必要としている方がたくさんいるじゃないかと思ったんですね。そしてね、もうたくさんの方、30名以上の方が風くんの名言、好きな歌詞を送ってくださいました。ありがとうございます。そしてこちら一つの動画にしようと思ったんですけど、ちょっと長すぎたので、2つに分けさせていただきます。そしてもうこの言葉はね、1秒でも早く、世界に届けたいと思っておりますので、まずはこのパート1を今夜日本時間2月12日月曜日9時半にプレミア配信させていただきたいと思っております。そしてもし私がね、早く起きれたら、その後に生配信で顔出しなしでね、朝早いんでしようかななんて短い時間思っているんですけれども、こちらすでにねプレミア配信の設定をしておりますので、皆さんもぜひライブで、コメントしながらご参加していただけたら嬉しいです。そして、私が早く起きれたら、その後にライブもさせていただきたいと思っております。こちらね、私も編集しててね、もう感動感動でですね、皆様ぜひハンカチをご用意して、ご覧になってください。そしてなんで2月12日にしたかと言いますと、もちろんこちらをね、1秒でも早く世界に届けたいという思いもありますけれども、2月12日は実は風くんもね、以前書いていた一粒万倍日でございます。とてもいい日でございます。ということでね、この日にさせていただきました。もうロサンゼルスも日本もね、2月12日ということでね、楽しみにしててくださいね。そしてね、後半なんですけれども、パート2はいつ配信できるかわからなくて、まだ編集途中なんでね、もしできたらバレンタインデーの日の夜にできたらいいなーなんて思ってるんですけど、間に合わなかったら週末ぐらいにさせていただきと思いますのでね、はい、そちらの方も楽しみにしててくださいね。そしてですね、もう一つの企画、風グッズコーデ着画大募集、こちらも実は締め切りが2月11日日曜日同じだったんですけれどもですね、私のフーディがまだ届いていないということもありまして、こちら届いたらね、その開封動画を生配信なんかしようかななんて思っているんですけども、それが届いてからね、締め切りはね、決めさせていただこうと思います。私も写真を撮ってね、その動画の中に入りたいと思ってるんでね、なのでまだまだ受け付けておりますので、こちら風くんグッズをね、着た着がぜひ送ってくださいね。そしてね、第2弾も終わりましたので、チャムさんもおっしゃってたんですけどね、小物とかね、そういうのも、写したものとかね、そういうのも送りますというふうに言っていただいております。エプロンとかもね、なのでそちらの写真もね、ぜひ送ってください。それはまた別動画としてね、まとめてね、作ろうかななんて思っております。よろしくお願いいたします。そしてね、加藤瑞江さんからね、エミさん、おかげさまでやっと少し前進できましたということでね、何回も私のメールに送ってくださったけども届いてないということが起きてたんですよ。それがやっと届きました。風さんハットとね、ラサパーカーで、自撮りをされたということでね、送信届いただけで満足ということでしたけれども、こちらご紹介させていただきますよ。ありがとうございます。ひまわり持ってね、めっちゃ嬉しいです。そしてね、こちらのね、可愛いお花も送ってくださいました。ありがとうございます。そしてですね、2月10日、これは旧暦で新年だったんですけどもね、もうめっちゃいい日だということを私 YouTube で見まして、180年ぶりのなんとかとか、めっちゃ願いが叶いやすい日とかね、新月だったんですけどね、この日ね。なので私、生配信をさせていただいたんですけどもね、これがめっちゃ面白くてですね、もうこんなに笑ったのは何年ぶりだろうという感じで、もう皆さんもすごく楽しんでいただいたみたいなんですけども、小泉さんもね、昨日は旧正月だったのですね、笑いで今日が締めくくられてよかったです、心配事も吹っ飛びました、ありがとうございましたということなんですけどね、いや皆さん
本当にね吹っ飛ぶと思います。これ後半の1時間ぐらいね、まあ始まってから1時間半ぐらいからねもうジョージの話でねもうめっちゃ笑い転げていますのでくだらないんですけれども見てみてください。心配事が吹っ飛ぶと思います。そしてその日の朝にですよ、カズくんからねこちらのメッセージがインスタストーリーに来ておりまして、 Great morning and thank you for another day ということだったんですね。でこれ私生配信の中でも話してるんですけど、このメッセージを聞いてめっちゃ風イズムを感じまして、めっちゃ感動したんですよ。で私もこれ毎朝言おうかなと思ったぐらい、と言いますのはまずはこの Great morning なんですけども、普通はね朝の挨拶って Good morning なんですよね。だけどそれは風くんは Great morning にしてグッドよりももう一段いいグレートにしてるっていうところがね、すごく風くんのこういいことだけを信じましょうとか、こうポジティブにいきましょうとか、そういうねポジティブな気というんですか、そういうエネルギーを感じてね、さすが風くんグッドモーニングじゃなくてグレートモーニングだということで、まずそこに感動したんですけども、そして And thank you for another day ですよ。これはそしてAnother day というのはもう一つの日ということで、また新しい日という意味だと思うんですけどね。なので朝起きて新しい日にありがとうというふうに感謝をしているんですよね、今日という新しい日に。もうねやっぱりね朝起きて感謝から始めるというこの習慣がきっと風くんはついていると思うんですよ。こういうふうに感謝から始まったらね、もういい日にしかならないと思うんですよ。まずは感謝の気持ち、もうこれ見習おうと思いましたね。ということで私もね朝起きたらね Great morning and thank you for another day ってねこれから言おうかなと思うんですけども、そして配信の中でみんなと話しててね、で私がこの配信を2月10日にやったのもこれは旧暦の新年で、そして新月でもうめっちゃ願いが叶いやすい日だということで、180年ぶりのすごい日だということを知ってですよ、もうこれはみんなと一緒に配信して今日は願い事をみんなで書こうじゃないかみたいな感じで私はこの日に配信したんだけどもね、風くんがインスタストーリーでこの Great morning and thank you for another day って言ったポストをポストしたのがこの12月の10日の日本時間でね朝だったというのに気づきまして、あ、もしかして風くんって一粒万倍日とかそういうふうに紙とかに書くぐらいちゃんとそういうのをね大切にする人だから、そういうことを知っていてこの日の朝にやったんじゃないかという話にもなったんですよね。まあ、その真相は分かりませんけれども、その可能性もあるなと思いましてね、でも本当にねこの言葉にはね風イズムをとても感じました、感動いたしました。ということでね、話したいことはまだまだたくさんあるんですけども、実は今日ねアメリカではスーパーボールと言いまして、フットボールも、フットボールといったらアメリカではスポーツでは一番、まあ、有名というかね盛んなんじゃないか、まあ、バスケも盛んですけどもという、まあ、野球も盛んですけれどもねというスポーツでして、そのもう一番最後の決勝戦みたいな感じの日なんですね、スーパーボール。先日まで日本にいたテイラー・スウィフトも今はここのオーディエンスにいるということですが、あとねスーパーボール面白いのがこのスーパーボール用のコマーシャルっていうのがあるんですよ。例えば川崎とかね、まあ、いろんな会社があるじゃないですか。それがもうこのスーパーボールのこの日のためだけ、この1回のためだけのコマーシャルを作って、そのスーパーボールの時だけに流すっていうのがあるんですよ。そのコマーシャルがまたね凝ってて面白いんですねっていうのがまた楽しみなんですけれども、ということでね私はこれからそれをね楽しみたいと思いますが、今夜9時半は風くんの名言集ハンカチを用意して、ぜひ皆さんプレミア配信コメントをしながらお楽しみくださいということで、今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day everybody。 エミでした。ではまた。